北陸ガーグの防犯マやろうぜ。皆さんご視聴ありがとうございます。北陸ガーグのカンデとナナシとシタケとジョンです。今日は僕カンデが一番大好きなアミン、タウエンパイアについて語る動画になってます。まずこのタウエンパイアっていうのはどういうアーミーなのかっていうのをまず説明したいと思います。タウエンパイアは大きく分けるとゼノっていう異星人に分類されます。ちょっとね、紆余曲折あってこの超技術を手に入れたんですけど、実は人類帝国が一番最初にこのタウ星人を目撃した時、このタウ星人は大体どっちがいいかな、こんな感じ、なんか宇宙人のグレイみたいな感じの種族で、背が小さくて顔が真っ平らっていう、どこかの国の種族に似てる姿形をしています。平たい顔なんですね。平たい顔族なんですね。で、人類が最初にこのタウエンパイアを見つけた時っていうのはコンタクトはしなかったんですよ。実はちょっと遠くから観測して、なんか原始人みたいな奴らいるって、そこら辺のうぞうむぞうの、宇宙にいる、生物たちと同等の感じだったんですけど、実はこの 40K の宇宙って、一回この宇宙全体に大きな嵐が起こった時があって、その時に観測ができなくなったんですね。で、その嵐が収まった時にもう一回出会ったら、こんなことになっていたと。ああ、じゃあ、もう原始人だったのがもう急に。そうなんですよ。こんな、浮遊戦車とか、巨大ロボットを操るようにね。みんな大好き巨大ロボットですね。そうっすよ。やっぱね、巨大ロボットは男の子のロマンですから。これをね、操るような超技術の種族になっていた。しかも、近隣惑星の原生生物、他の原生生物、こんなやつとか、こんなやつらとかを。おぉ、だいぶ違うんですね、見た目が。そうなんですよ。このタウ星人とかこの違って、この多種多様なね、宇宙人を使えるっていうのもこのタウエンパイアのアーミーの魅力ですね。うん、こいつらも仲間にしてて、なんか勢力広がってねってなって危険視されたのがこのタウエンパイアですね。たかだか数千年でここまで。そうなんですよ。数千年ぐらいでここまで、何があったのかわかんないんですよね、まだ。わかんないんですけど、超絶技術を手に入れてたんです。で、このタウエンパイア、このタウ星人、っていうのは何のために戦ってるかっていうと、大善大道って言って、みんなが同じ志のもとに団結すればみんなハッピーな世界になるんじゃないかっていうのを目指してるんです。みんなが同じ考えを持とうっていう世界を目指してるんです。でそれぞれなんかいろいろ美徳とかいろいろあるんですけど、戦ってるやつらのところに行って、もうみんなで大善大道を目指して頑張ろうって言うんですけど、 OK って言ったやつらもいるんですけど、そんなやつらばっかりじゃないやつです。まあバカ野郎と、俺は俺のために戦うんだいうやつらのところにはもう容赦なくね、この巨大ロボットで攻め入りこのとんでもねえ戦車でね攻撃し、もうボコボコにして無理やり仲間にしたりとか。結構好戦的なんですね。いやー、他のね、あの 40K 宇宙って、うん、あの倫理観基本的にぶっ飛んで終わってるんで、その中で見ると倫理観はまだある方です。一回話をするんです。一回話をしてダメやなと思ったらやっちゃうみたいな。まあでもね、タウエンパイアもこの一枚岩じゃないんで、その中でもね、そんなぬるいやり方じゃダメだみたいな感じの奴らもやっぱいるんですわ。そういう奴らは、スペースマニーというところの戦団みたいな形で、色は分かれて、別のね、タウエンパイアの場合は家紋っていうんですけど、お家ごとにね、こんな特色があるみたいな感じ。タウエンパイアっていうぐらいですから、これ帝国なんですよね。まずタウっていう一番でかい家が、その他にもね、いろいろ家があるんですけど、青いアーマーのお家は、例えば、ビークルを動かすのが得意とか、さっき言った、そんなんじゃ生ぬるいって言ってる、家関係なく、ちょっと離反してったの、ファーサイトっていう勢力があるんですけど、そういうのは、白兵戦が、基本的にこのタウエンパイアって射撃がメインの網なんですけど、白兵戦が比較的得意だったりとかしますね。で、その中でも、特筆すべきは、やっぱりさっきも言ったんですけど、いろんな種族を仲間にしてるっていうことと、実はタウの歴史をちょっとかいつまんで説明すると、タウエンパイアも、最初はこの種族間で争ってたんです。タウの中で争ってたんです。だから戦国時代みたいな時代があって、ほう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 、タウの中で争ってたんですけど、したらもう天からですね、このエセリアルって呼ばれる、なんかちょっとタウ種族よりも、なんかちょっとスラッとしてる、こういう奴らがですね、天から降りてきまして、
やめなはれと。こんなことしてる場合ちゃうぞと。もうみんなでこの対戦、その時の対戦態度とかなかったんですけど、こいつらが対戦態度を解いて、こうみんなが賛同してね。その時、やっぱりこう、商人は、もっと、ビークルが動かすのが得意とか、その時もなんか戦士みたいなやつらもいたんで、そいつは戦うのが得意とか。そのにちゃんとお家柄で分けて、ちゃんとみんなでね、仲良くしましょう。言い出したのは、このエセリアルっていう奴らがね、出てきたんです。そして、こう、タウエンパイアをこう一つにまとまり、対戦態度のこと一つにまとまり、広い宇宙にね、こう対戦態度を広めるべく、今、航路を拡大しているわけなんです。なるほど。エセリアルっていうのは、キャラクターネームではなく、これは、なんていうか、役職ですね。あ、役職っていう、はい。高貴な存在が。高貴な存在。ただ、なんか、タウとはちょっと、実は、微妙に別種族みたいで、どっから来たか起源がわからないんですけど、タウエンパイアのこの中枢ですね。中枢はこのエセリアルが支配してます。このタウ種族のタウ星人っていうのは、基本的にこう、戦いに行くやつ。みたいな感じに今、なってます。もうここまででね、ちょっと、考え方は分かったと思うんですけど、このタウエンパイアっていうのは全体的にちょっと日本モチーフじゃないかって言われてます。そうですね。やっぱ画面の凹凸も少ないですし。画面の凹凸少ないし。そこが一番ですかね。ロボット大好きだし。で、これは今、ビオルラっていう家紋なんですけど、これね、白地にこの赤の日の丸みたいなのがついてるっていうね。ああ、なるほど。確かに。っていうのちょっと日本っぽいかな。うん。いうところで、もう僕はね、この、まあ、まず僕はロボットが好きなんで、まあ、ロボットに惹かれちゃったんですけど、あとやっぱり、この、タウエンパイア、このモデルの話をすると、改造のしやすさですね。これもともとは、こういうモデルなんですけど、これ実はウォーギアオプションで、ミサイルとこのでっかいレールガン、選べるんですよね。これちょっと、一個で、この両方、やりたいなって思った時に、じゃあ関節つけて、そこで、じゃあ取りやすいできるようにしようって思って作ったのが、こういう感じですね。腕を動きます、ね、そうですね。腕で動いてもこれフル稼働なんですけど、こういう感じで、はい、あ、すごい。まあ他のプラモとも親和性がかなり高いんで、はあ、組み合わせがしやすい。そうですね。組み合わせがねしやすくて、ちょっとコンパチもしやすいのかな。へえ。まあただコンパチ僕するとちょっとコンパチ下手なんで。巨大化しちゃって変態が組みにくいっていうのは動画でありましたよね。でかくすぎて届かないっていう。そうなんですよ。まさにね、この下毛と昔戦った時にマーカーから遠すぎて届かなくなっちゃってこの腕が邪魔 で, で、ね、でマーカーを確保されて同点にまで持ち込まれ、勝ち確だったのに同点まで持ち込まれるって、ね、悲劇が起きた。ボハマあるあるっちゃあるあるなんですけどね。僕はねガーグの悲劇って呼んでる。呼びなかったり、ね、勝ち確やったのに絶望しましたっていうことがあるんで、まあやる際にはちょっとお気をつけくださいと。まあそのままでも十分かっこいいんだよね。そうですよ、うん。そのままでも十分。上手い人だと、これ磁石仕込んで、このままのかっこいい形で、ウォーギアをね、差し替えできるようにしたりとか、捨てる人もいるんで、うん、ぜひね、いろんな動画見ていただきたいなと思います。うん、で、今回、このタウエンパイアなんですけど、いろんなね、キャラクターも魅力の一つかなと思います。例えば、ヘッドクォーターで行くと、こいつとか。こいつは、実は、ファイアーウォーリアーって言って、このトループ、はい、こいつはのリーダーっていうキャラクターなんですよね。これスペシャルキャラクターじゃないんで、いろんな戦団に、戦団っていうか、いろんな家にいるんですけど、はいはいはい、こいつ、コスト50ポイントくらいしかないんですけど、めちゃくちゃ優秀なんですよね。ヒットロール、リロールもついてるし、結構優秀なんで、これ結構おすすめですね。で、これも、タウエンパイアも、もちろん他のアーミーと同じコンバットパトロールが出てるんで、それにはですね、ちょっと一つ特徴があって、ヘッドクォーターが2つ入ってるんですよね、その箱って。おこのファイ、ケドリファイアブレードと、こっちのエセリアル、この2つが入ってるんで、すごい、ね、お得でおすすめな箱になってます。お得です、ね、お得なんですよ。この、やっぱりコデックスを読んでいくと、ゲーム的な話をすると、やっぱりこの、こいつ、これ巨大ロボットのコマンダーって呼ばれるヘッドクォーターがいるんですよね。それがもうこちらになるんですけど、これにすると、やっぱりかなり、アーミーのパワーっていうか、上がりますね。かなりヒットロールを、相手のヒットロールをちょっと邪魔するような能力とかもつけられますし、第一、セービングが2プラっていうのもあって、おお、硬い。すごい硬いんですよ。もう全然食らわない。
過去にね、あのマットと戦った動画を見ていただくと、あのこいつがね一人であの建物の上でいっぱいアストラミリタムに囲まれながら死なないみたいな、あれぐらいこいつはめちゃくちゃ硬いんですよ。なんで多分編成する際にはこちらのヘッドクォーターぜひおすすめかなと思います。あの他のバトルスーツに、あのバトルスーツって言って こいつはロボット総称バトルスーツって言うんですけど、他のバトルスーツにバフをかけるみたいな、あのオーラビリティもあるんで、それがね結構優秀ですね。このロボットは中にタウ星人乗ってるって感じなんですかね。あ、そうです。こいつらもう全員ねタウ星人が一人ずつ乗ってます。あ、操縦してるわけです、ね、操縦してるんですよ、でこいつらこの操縦してるやつだっていうのはすごいあの位が高い扱いで、このファイアウォリアのやつらよりももっと位が高いやつらが乗ってるっていう感じですね、うん、パイロットは選ばれし者、そう選ばれし者なわけですよ、ね、かっこいい。でこの異種族とかにもいろんなねこの武器とかを、ね、与えて、この武器がね強いんですよ。これ実はちょっとあんまり手に入りにくいんですけど、あのベスピットスティグウィングっていうやつで、それコストが安いのにあの貫通3で攻撃力5でダメージが2っていう、もうマジであのマリーン倒すための武器持ってるんでしかも飛行持ちっていう、これねもしちょっとタウエンパイアちょっと深くやりたい方はこう1ユニット持っとくといいのかな、でここでちょっと悩むのが、じゃあ今からタウエンパイア500ポイントで始めますっていう時にどれを買えばいいのかっていうことですよね。これはだいぶ悩んだんですけど、まず一つヘッドクォーターですよね。ヘッドクォーターここに見えてるだけで4体いるんですけど、これとこれとこれと、そう、これがスペシャルキャラクター、このハンマーヘッドガンシップのスペシャルキャラクターで、はい、ロングストライクって言うんですけど、こいつの中だと500ポイントなら僕はこれですね、コマンダーエンフォーサーバトルスーツです、このエンフォーサーバトルスーツは何が強いかっていうと、やっぱさっき言ったように耐久値、これが高いのがすごくおすすめです。あとドローンもあのこいつの周りに編成できるんで、その、ね、ドローンでこいつを守りつつ、こいつの圧倒的な火力でね、あの射撃が2プラなんで、その圧倒的火力で攻めていくっていう、ヘッドクォーターなんですけどもメインで戦えるぐらいの能力を持ってます。まあその代わりコストが200ポイントぐらいするんで、まあ増します、ね、まあ増します。タオといえば高火力とドローン、そう高火力とドローンですね。ドローンってどんなんでしたっけ。あ、ごめんなさい、ちょっとドローンの説明忘れてましたね。ドローンはすげえ強いイメージなんですよね。そうなんですよ、ドローンっていうのが、あの、今、こう、いっぱい並んでて、こういう感じなんですけど。なんか、ちっちゃい UFO みたいなのがね。そうなんですよ。あの、ウォーギアとして装備できて、こいつの周りにこうやって置いておけるモデルなんですね。こいつの周りにこうやって一緒に置いて戦うモデルになってます。これは何がすごいかっていうと、こいつらが一緒にいることによって、一応兵カウントなんですね、こいつら。一兵カウントなんですけど、こいつらそれぞれ能力とか持ってる上に、こいつはシールドドローン、まあ、こいつが多分一番強いと思うんですけど、15ポイントで傷を2持ってて、なおかつスペシャルセーブが4プラスなんですね。で、これ一緒にやってる、編成しておくと一緒なユニット扱いなんで、この3体のうちからあの攻撃当たるときってどれに攻撃を割り振るかって決めることになると思うんです。でこいつに割り振ってれば、こいつがやられるまではセービングがスペシャルセーブ4プラで、どんなに貫通が高い攻撃を食らっても4プラで、こいつ自体のセービングも耐久値も高いんで、まあまあ強い武器で攻撃してくるはずなんですよ。それをこいつで受け流せる。で、15ポイントで傷も2増えるというね、素晴らしい装備になっています。そうですね、大体高火力のものって弾数が少ないから、シールドドローンに阻まれると届かないっていうことが起こるということですね。そうなんですよ。で、シールドドローンともう一個ちょっとおすすめのドローンがありまして、それはですね、これ、マーカードローンですね。実はタウエンパイアはあの特別なルールを持ってまして、あのマーカーライト照射っていうのがあるんですね。このマーカーライトを相手向けで照射すると、別にあのダメージを与えられるわけじゃないんですけど、ヒットロールにマーカーがついてる相手に射撃するときにヒットロールにプラス1修正をすることができるっていう、お、優秀、めちゃくちゃ優秀なんですよ、うん、まあ、というのもタウエンパイアっていうアーミーはもう全体的にデフォルトで射撃が4プラなんです。射撃武器がすごく強力なんですけど、射撃があの4プラなんですよ。命中精度ちょっと低い。そうです。ちょっとマリンに比べるとちょっと低い。まあ4プラのは 50% なんで十分当たるんですけど、このマーカーライトを照射しておくと3プラにできるんで、これがすごく強いですね。っていうね、いろんなこのドローンを駆使して
ロボットで戦うっていうね、最高に活かしたアーミー。じゃあそのドローン付きの司令官、コマンダーですね。そうそう。コマンダーのロボットが500ポイントだと、まずおすすめ。まずおすすめです。で、このバトルスーツなんですけど、もう一個大きな特徴がありまして、ウォーギアオプションがものすごい多いんですね。ものすごい多い。ものすごい多いっす。まあ追加装備は付け放題でしょうね。こんな、なりしてたら。そうですね。このエンフォーサーバトルスーツは、4つまで好きな武器をつける。4つ?そうなんです。そんなつくの?そんなつくんですよ。このタウエンパイアのコデックスのこのウォーギアの、このポイントコストのウォーギアのところを見てもらうとわかるんですけど、もう意味不明な、見てください、この、このエンフォーサーバトルスーツ、こいつなんですけど、このポイントコストの下に、こうやっていっぱい、この意味不明な量があって、ここ収まらなくてこっちまで来てるっていう。ああ、すごいですね。やばいんですよ。他のやつら見てもらったら分かるんですけど、コマンダーもこんな感じで防御オプションいっぱいあって。うん、で、タウエンパイアの武器って、1個目はすごく安くつけれるんですけど、2個目からちょっと同じ武器つけようとすると、ちょっとポイントが上がってくっていうルールがあるんで、僕は基本的には、いろんな武器1個ずつつけた方がいいのかなと思ってます。ただちょっとタウンフレイマーだけは、異常に強いんで、それだけはちょっと用途によっては2つつけるのもありかなっていう感じですね。まあ、ただ、今回にコマンダーはせっかく、射撃のヒットが2プラなんで、強力な武器をいっぱいつけたら、強いのかなと思います。なるほど。で、僕の個人的なおすすめの武器はちょっと付け替えれるように作ってるんですね。ああ、そうですね。ちょっと軸で付け替えれるように作ってます。まあ、軸で作ってるんで、まあ、基本的にはフル稼働みたいな、いろんなポーズが付け放題。これはね、みんな頑張ってやりましょう。やんないといけないですね。あのタウエンパイア、あ、そこはほら、ご自由に。そうですね。ポージングがね、かっこよくできるっていうのもね。そうですね。強みですね。うん、すごいですね。あちこち動きますね。あ、もうほぼ全身18箇所稼働に。改造しすぎじゃないですか。コデックス同じポーズできるんじゃないですか、これ。コデックス同じポーズいけますかね。ちょっと肩無理かな。あ、いけそう。あ、いい感じ。頭も。そうですね。これ表紙がね、コマンダーですから。あ、いい感じに。あ、いい感じに。おぉ、すごいすごいすごい。あ、すごいすごい。あ、いい感じ、いい感じ。いけるじゃん、いけるじゃん。こんな感じですか。ちょっと横並びにしてもらって。あ、いい、すごい。こんな感じでね。あ、すごいですね。かっこいいコマンダーみんなで作って、ツイッターで晒してみんなでいいにしましょう。脱線して申し訳ないんですけど、関節は何入れてるんですか?あ、これ関節は、僕はバンダイのアニマギアっていう食玩があるんですけど、それの関節を移植して使ってます。ほんのフレームだけ使って、あと外装を、このバトルスーツの外装をつけてるって感じなので、すごく簡単にできます。はい、っていう感じで。で、コマンダーは基本的にウォーギアなんですけど、このね、この武器、これは実はコマンダーにの箱にしか入ってなくて、これ1個しか入ってない。貴重ですね。結構いっぱい、こいつ、ここら辺のね、バトルスーツにも、本当はつけたいんですけど、まあね、これ、この1個しか持ってないんで、今回は、このコマンダーにね、つけてます。この武器がね、これ強いです。これ名前が、サイクリックイオンブラスターですね。サイクリックイオンブラスター。これがね、結構強いんで、これちょっとおすすめですね。あとはもう、こいつも僕は近寄らせる気でいるんで、フュージョンブラスター。フュージョンブラスターもね、ダメージが D6 っていう、イカれた性能をしてるんで、貫通3のダメージ D6 っていう、イカれた性能をしてるんで、これもおすすめです。まあ、そこはちょっと射程が18で、ちょっと短めなんですけど、まあ、そこはね、こっち側の武器ですね。もう射程が、30ぐらいあるんかな、このミサイルは。ミサイルポット。30アサルトに7マイナス2に。高7の貫通マイナス2のダメージ2ですね。いやー、これもね、対マリンとしてかなり有効ですね。武器もりもりですね。もりもりです。これがね、だいたい1個10ポイントから15ポイントぐらいするんで。まあ、素で200ポイントするところにこれだけ積むと、まあまあな。まあ、素は120ですかね。素が120で。全部込みで200くらいか。そうっすね。で、ドローン込みで200くらいです。ああ、そうか、ドローンもいた。実質そいつ一体で割と決戦兵器レベルですね。そうなんですよ。タウのヘッドクォーターのコマンダーって、
ものすごく強くてお、こいつだけでいいんじゃないかみたいなところはありますね。で、ヘッドクォーターはこのぐらいですね。あと、ドローンは、このシールドとマーカー。二つまでつけれるんで、この二つがちょっとおすすめです。で、やっぱりこの次トループ枠、パトロールデタッチメントを満たすべくトループ枠になってくるんですけど、トループ枠は、こいつですね。ファイアウォーリアーのストライクチームですね。ストライクチーム。これが何がやばいか。こいつら持ってる武器がやばい。このパルスライフルってのを持ってるんですけど、ラピッドファイヤー1の 36MV やん。射程が。ちょっとした戦車並みの射程があるこのライフルを 5-1、1で撃ってくるっていう。やっぱね、貫通が1あるのとないのとちょっと大きな違いがあるんで、うん、5なんで、マリに対しても基本サンプラです。ウンズロールが触れるっていうね、すごい強い武器を持ってます。でこいつらちょっとこいつらの編成のポイントのコストの計算の仕方がちょっと特殊で、10体固定なんですよ。こいつら人員が10体固定で80ポイント、まあ、実質1体8点みたいな感じなんですけど、10体から足しも引きもできないんで、そこがちょっと特徴ですね。マリンとか、5から10みたいな感じのやつだと、1体何ポイントってなってると思うんですけど、こいつらはもう10体固定で、なるほど。うん、80ポイントのこか。で、こいつらにつけるドローン、こいつらもドローン2つまでつけてるんですよ。こいつらにつけるドローンなんですけど、おすすめは、ガーディアンドローン。こいつも、傷は1なんですけど、セービングが、スペシャル4を持ってます。で、なおかつ、こいつが編成されてると、こいつと一緒なユニットに対する、相手のヒットロールの1、2を絶対失敗にします。つまり2プラのやつが撃ってきたとしてもこいつに対しては3プラになっちゃうっていうガーディアンドローン。これはね、こっちのシールドドローンは15ポイントするんですけど、こっちはね10ポイントにつけれるっていうね、うん、ちょっとお安いですね。ちょっとお安い。しかもシールドドローンと合わせることでスペシャルセーブ4プラが2つ同じトループ網につけれるっていうね、うん、カチカチの網にできます。これとっても強いです。なんか数がいるトループとかって柔らかいイメージありますけど、それでかなり硬くなりますね。そうなんですよ、うん、しかもこのファイアウォリアのストライクチームはストライクチーム用の策略がいっぱいあって、ウンズ1上げつつダメージ1上げつつ 36AV 以内ならどこでもラピッドファイアにしたりとかっていうのができるんで、めちゃくちゃ強いですね。ドローンがあってこそっていうところもあるんですね。やっぱりドローンの存在はでかいですね。あれの隣の手は運転の差があります。やっぱり硬くなる、まあちょっと1個15ポイントって結構重たくなる時もあるんですけど、まあ逆にこれをちょっと抜き差しすることでポイントコストの調整をしたりとかっていうのも可能なので、そこはちょっと非常にね、編成に自由度がある調整は効く感じですね、うん、網なのかと思います。そしてここまででだいたい300ぐらいの編成なので、あと200なんか足したいとなった時に、まあちょっとこう迷いどころなんですよね。今 HQ とトループがいる。そうです。今 HQ とトループがいます、うん、あとやっぱり僕は次にヘビーサポートを入れたいなと思うんですけれども、迷うのがこのブロードサイトバトルスーツ1個はね、これやっぱ超強いんですよ。今回の旧版のルールでこのレールがものすごく強くて、しかもこいつ自身は85ポイントで、このプラズマライフルで10ポイント。これ95ポイント。で、ドローンの、このシールドドローン。僕はシールドドローンかマーカードローン。まあ、今回マーカードローンにするとしたら、プラス10ポイント。で、105ポイント。これを2つ入れるのも、この編成のブロードサイドを2つ、あと組み込むのもありかな、と思うんですよね。でも、いやいや、こんないっぱいちまちま売ってられんと。一発ででかいダメージを相手に与えるんやって人は、もちろんね、ハンマーヘッドガンシップ。ここで来るか。140ポイント。安いな。140ポイントだ。安いんです。ドローンなしで。ドローンなしで。で、こいつらはドローンを最初にこう組み込む、ここにね、組み込んであるんですよ。積載なんです。積載なんです。で、策略で 1CP 払うと、これが、独立したドローンだけのユニットになります。で、ドローンはセイバープロトコルっていう策略があって、それを使うと、近くの、ドローンの近くにいる味方がダメージを受けた時にドローンが身代わりになってくれるっていう策略があるんで、それを使うことでこのハンマーヘッドを守りつつ、ね、72MV っていう超超超高射程の、高10ぐらいあったんかな。10で済みましたっけ？なんか14ぐらいやった気がするんですけど。14ぐらいありましたね、多分。これですね、レールガン。やっぱ14あるじゃないですか。14。14の貫通マイナス6、6面ダイスでセーブするのにマイナス6ってなんだって思いますよ。で、攻撃力が D3 プラ6。
や最大9かなって思いつつ、これ実はウンズロールに成功した時点で相手に3ポイントの致命的ダメージを与えるんで、最高12点叩き出すっていうやばい武器なんです。で、なおかつおまけみたいに書いてあるんですけど、この武器による攻撃に対しスペシャルセービングを行うことはできないっていう文言が書いてあるんですね。これがいかにやばいか。狙われたら終わりですね。そうですね、こっちのヒットが成功した時点、こっちのあのウーンズロールが成功した時点で3ポイント致命確定してマイナス6なんでセーブできないっていう。だからマイナス6なんで、ならもともと2プラならセーブできるんですか。できんか。できない、できないですね。だからウーンズが成功した時点で、あのダメージとあの3点の致命ダメージが確定するっていうとんでも兵器なんですよね。僕は好んで使ってます。対戦相手は毎回嫌な顔をします。ネクロン私よく使ってるんですけど、まあ優先撃破ターゲット、ね、見つけたらまず殺すっていう。そうですね。あの先手必勝ですね、このゲーム特にね。そうですね、先行はかなり有利な、うん、ゲームなんで、とにかく壁に隠れようっていうのが、そうですね、最初始まり。そうですね、これ2パターン考え方ありますよね。最初にかあの影に隠れて、あの高校でもいいようにしようっていうパターンと、先行絶対取るって考えて高校のこと考えないパターン。僕は大体後者です。絶対先行取るぞパターンですね。で大体高校になって痛い目を見ます。大体ね、これ一ターンでね、こいつはね一歩激化されてることが多いんで、最近ね久しく打ってないです。僕は毎回こいつにヒット取られて、まああの大量に撃破取られてます。そうですね、やっぱりスペースウルフは近づいてなんぼなんで、近寄る前にやれればちょっといいですね。相性は良くないです。そうなんですよね、最初初手で打とうとしてるってことは初手で打たれる場所にいるってことなんで。そうなんですよ、まあ、ぜひ皆さん先行取っての、うん、甘えとかしぼを狙っていただければと思います。そうですね。でこれからこれで大体まあ500ポイントになるかなと思うんですけど、まあ、これ2つかこれ1個で大体500ポイントになるかなと思うんですが、さらにこう拡張しようとするとやっぱり今の僕が言った編成って結構弾数が少ないんですよね。だから大きい敵には有効なんですけど、オルクとかネクロンとかちっちゃい敵でいっぱいブワーって攻めてくるような、津波形式で攻めてくるような相手だとちょっと不利なんですよね、うん、で弾数が多くて相手をちっちゃい相手をいっぱい倒せるようなトループ対策としてはやっぱりね、この花形であるクライシスバトルスーツ。あー出ましたね。これちょっとお仕置き食らっちゃって、もともと1体30ポイントだったんですけど1体40ポイントになっちゃって、ウォーギアもあの1個5ポイントやったのが1個10ポイントから15ポイントになっちゃって、かなり大きくなったんですね。そうなんですよ、うん、まあなんでちょっとね、あの使いづらくはなったんですが、まあ、相変わらず優秀ですね。だいたいあの3体で210から250ポイントぐらいで編成できるんで、これをあの3体入れてもいいですし、3体1ユニット、3体から6体まで編成できるんで3対1ユニット入れてもいいですし、またね、あのフレイマーとかあの軽めのやつで150ポイントぐらいにしていっぱい入れるのもありかなと思います、うん、であとはこのブロードサイドバトルスーツなんですけど、あのこっちのねミサイル、これもあの同じ、これさちょっと改造してて見た目がこれもブロードサイド、ね、そうそう、これとこれ同じユニットなんですけど、このレールガンじゃなくてこのミサイルもあるんですよね。このミサイルにするとあの弾数が増えて、これ1個ウーンズ2のやつをかなり大量にばらまけるんで、なんとかサーカスとかができそうな。そうなんですよ。見た目ですね。某サーカスができそうな。うん、そう、某サーカスやる側ならこいつやられますね。サーカス後にこいつはやられてます。みんな狙ってますからね。そうそうそう。だいたい変形する系のやつはこいつをやります。なんで、タウは本当に、あの、一個のバトルスーツにつけれるウォーギアの種類が本当に多種多様なんで、そこで戦うっていうのも、あそこでね、ポイントを調整しながら相手見て戦うっていうのも非常に面白いかなと思います。あとはそうですね、コンバットバトルの箱にも入ってるんですけど、このステルスバトルスーツ。これが1体25ポイント、3体から6体まで編成できるので、これでも25ポイントって言ってね、ちょっとインカーサーとかインフィルトレーターにちょっと毛が生えたぐらいの。インフィルトっていうのは多分24ポイントですね、1体。いくつだったかな、5体で組んで確か、インフィルトレーターで確か、なんか120ポイントか130ポイントぐらいになるはずなんで。うん、なんで、ちょっと、あの、重めのマリンのトループぐらいのコストで、あの、編成できるバトルスーツで、何がすごいって、こいつも飛行持ってるんです。飛行はついてるんですね。飛行ついてるんですよ。この後ろのブースターで。もうめちゃめちゃに飛び回るんですね、こいつ。なんで、障害物関係なく飛べるんで、これもね、あの、マーカー確保とかに非常に有効ですね。あとそいつなんかヒットロールにデバフかけてきましたよね。あ、ヒットロールにこれデバフかかります、アビリティで。攻撃のヒットロール結果はマイナス1ですね。あ、じゃあ両方ですね。はい。で、さらに
遮蔽ボーナスを受けてる間に本益受けたらアーマーセービング値はプラスで1の修正を受ける。おー、だから軽遮蔽受けてたらプラス2ってことですね、うん、あとこれ、そうで、これもう一個すごいのが、うん、マリーンでいうところの配置指定秘匿と同じ能力を持ってるんですよ。ああ、あの初期配置エリアに収まってなくても置けますぜっていうあれですね。なんで、まあ、500ポイントとかあの1000ポイントまでのポイントを獲得するのにこいつは結構重宝するんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、その代わりあの傷が2で耐久値も4なんで、まあまあやられることは多いですけど、まあ、1ラウンド2ラウンド目の時間稼ぎにはちょっと使えるかな、ポイント稼ぎにはちょっと使えるかなっていう感じですね。まあ、策略とかうまく使えばあの逃がしたりできるんで、それもねうまく使っていくと。で、同じくちょっと僕持ってないんですけど、あのコンバットパトロールの箱にもっとでっかいゴーストキールっていうステルスバトルスーツが入ってまして、あれとねあの組み合わせて使うことで生まれる策略もありますし、スペシャルキャラクターのコマンダーシャドウさんっていうステルスバトルスーツのキャラクターがいるんです。それはあのタウカモンでしか使えないんですけど、あそいつと組み合わせることで、まあ、そいつを守るようなあの策略もとかアビリティもあったりして、すごくね拡張性の高い。タウってバトルスーツと一言に言ってもステルスとかこっちのクライシス軸みたいなのがいろいろあって、本当にね集めるのが止まらないその分すごい楽しいです。これだけカスタマイズできたらね楽しいでしょうね。これはそうなんですよ。やっぱりねこのカスタマイズするロボットが好きな男の子はもうみんなねこれに夢中になると思いますよ。大好きですよ絶対。そうですね、もう僕もねそういうのが大好きなんで、もう案の定に夢中になってしまいました。ということで、なんか、ごめんなさい、なんか、アーミー説明っていうか、あの、僕の好きポイントをずっと語る動画になっちゃったんですけど、ひとしきり喋り終わったんで、僕は満足です。ようございました。じゃあ、すいません。皆さんもお付き合いありがとうございました。あ、いいですね。あの、やっぱり、こう、ロボットたくさんなんで、SF なんで、やっぱりいろんな科学があっていいのかなっていう中で、あの、ロボットアリーノ、ドローンがアリーノ、で、マーカーライトっていう、で、あの補助兵器があったりとか、で 超火力の持つレールガンがあったりとか、なんか日本人もなんか親しみの持つ武器とか名前が多い種族かなとは思いますね。そうですね、プラズマライフルとかもあれですよね、あれですね、はい、ですね、もうポーズとかもねもうなんかそんな感じでね、ポージングここポージング取れるのすごいいいですね。まあ、このキットを改造してるんですけど、改造してやってみると、そうですね、固定ポーズでも、はい、かなりかっこよく組めると思います。本当にね固定ポーズそのまま作ってるやつもあるんですけど、これかな、これとかも、あこれはもう無改造で、ああすごいですね、軸打ちだけして作ってるんですけど、これもそうです、あこれもこれも、でも無改造でもこんだけかっこいいポーズが取れます。いいですね、構え方がまたね。今僕使ってないんですけど、実はあの浮遊させるための透明棒も中に入ってるんで、おお、それを使うとあの飛んでるポーズとかもね簡単に作ることができるんで、ぜひねタウエンパイアやられる際にはクラシックバトルスーツ、僕はおすすめです。いいですね。ということで今回のカンデのタウエンパイアの紹介以上になります。皆さんお気づきでしたか、下毛が一言も喋ってないわかんないですけど、さっきずっと喋ってたんで、ね、この前にねそうブラックテンプラーとアデプトスメカニカスの、そう下毛のおすすめアーミーの動画があれめっちゃ気合入ってるから ほぼ1時間喋っていただいた中で、はい、そうちょっとお疲れですね今もそう今ねちょっと今何も喋ってこんなってずっと言われてすげえ頑張ってんなということでね、もう僕もねまだタウエンパイアまだまだ使いこなせてないんで、やっぱりね、タウエンパイアも、ちょっと、兵法とかね、ちょっと特殊なルールが結構あって、まあ、忘れること多いんですよね。やっぱそういうのも、使いこなしていけたらなって思ってます。やっぱそういう時って、やっぱりデータカードとかね、おすすめですね。あの、アデプタスメカニクス下毛戦う時も下毛もいつもデータカードでやってるんで、あれ結構ね、あの、今、どのカンティクルが有効とか、どの今兵法が有効で何円分以内が射程でとか、いうのを確認するのにすごく重宝するんで、やっぱり本気で使いこなしたいと思ったらこのコデックスをプラスしてデータカードもすごくおすすめです。はいはいはい。ということで今回の動画以上になります。お相手は北陸学カンデとナナシとシタケとジョンでした。また見てね。バイ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 。ロボット最高。